はい、さっちょんです。ヤマハリングキーパッチ10枚入りを買いました。キーが塞ぎきれず正しい音が出なかったので、このリングキーパッチを貼ることにしました。では早速貼っていこうと思います。はい、生地はなんか布タイプでした。なんか色はまあこの見ての通りシルバーだと思います。はい、リングキーパッチを貼る前の状態はこんな感じ。はい、こんな感じであまりよろしくない音、あまり綺麗じゃない音が出てるので、これで正しい音にちょっとでもするためにリングキーパッチを貼っていきます。結構貼ってる時に思ったんですけど、貼りやすかったです。はい、貼り終わりました。ではこの後拭いてみます。後に拭いてみたんですけど、私的にめちゃくちゃ拭きやすくなりました。なんか今までなんかキーちゃんと押さえやんなとか、まあ大切なことなんですけど、めっちゃそこにキー一体してたんですけど、パッチを貼ったことによってめっちゃストレス軽減本当になりました。パッチ貼っててもあんまり気にならないし、ちゃんと塞いでくれるのでとっても満足です。これでフルート吹くのがより楽しくなりそうです。ということで今回はリングキーパッチを貼ってちょっと吹いただけ動画でした。ご視聴ありがとうございました。